猫が、ライ池は、愛知県名古屋市千草区の平和公園の一角に位置する池。山崎川の源流の一つでもある。尾張徳川家二代目、藩主、徳川三友の命令で、農業用ため池として作られたもので、漢文4年に上池が、漢文6年に下池が完成した。江戸時代にはここを水源とする猫が、ライ用水が作られて、 ご基礎方面の考え用に使われたほか、大曽根屋敷付近にもここからトンネルを掘って、水を供給していたという。下池は昭和になって埋め立てられ、上池の実が残っている。池が作られた当時この地は、金子山と呼ばれ、明治頃まで、この周辺を、金子狭間、金子狭間と呼んでおり、池の名称はそれから転じたとも言われる。終わり名所杖には、猫道池と記された。 周囲の地名にも元の地名から転じたと思われるものが多数ある。池の水源は湧水と雨水のほか、現在では東山公園内の上池からの水が新池を経由して流入している。流域の洪水対策として1963年から1974年にかけて畜産大川が整備されて猫がホライケと新池はこれに接続しており、雨天時に 猫が、ほらイケの水位が上昇すると予水吐きから、畜く大台川を経由して八田川に排水される。晴天時には維持用水として山崎川に導水が行われているがこれは池の水位を元にして制御されており、1979年から2010年2月までは、冬季や夜間には導水が停止されていた。2012年7月以降は、通年、終日の導水が行われている。 1978.1980年度に、池の北側を除いて、浸水護岸の整備や車イの改築、余水破棄のかさ上げなどが行われ、コンクリート護岸部分は、魚釣り公園として開放されたため、釣り人が多く訪れる。護岸のない北側部分には、雑木林と浅瀬、大城の吉の植生がある。この付近はカモなど渡り鳥の住みかであり、また自然遊歩道を。 一万歩コースなどもあることから、釣りは禁止となっている。昨今、無許可放流された、ブラックバスやブルーギルが増えているが、かつては、ヘラブナ釣りの名所として知られていた。西側より撮影。カメラのパノラマ機能により、現地にて3枚の画像を合成。左側に集合住宅、奥に平和公園の墓地が映る8月。ありがとうございます。